チャンネルの吉田勤です。本日は伊豆大島、大島町にやってきております。先ほどリス村に行きましたが、こちらは隣接したところで椿の木がずっとあります。まだ今年は寒さが強いということで、この花がこれぐらいの感じですが、もっともっとこの鮮やかに咲くそうです。こうしたところをご案内しております。で、今日はこれをずっとこの手入れをされてました山下さんからご案内いただきまして、この地区の椿畑、もうずっとこの向こう側に続いてますが、そこを見させていただいた次第です。おそらくこれがもっとこう綺麗な色で展開をしていくんだろうと思います。今日は大島町にやってきました。終わります。